会か、香港ケンタチャンネル、ケンタです。おはようございます。では本日も早速やっていきましょう。本日9月2日木曜日です。現在時刻6時54分です。本日最高気温32度、最低気温26度で、ところにより雨みたいです。降水確率は 20% 程度なので、小さな折りたたみ傘をカバンの中に忍ばしておいたらいいかと思います。以上、天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は1名でした。うち1名が国外からの入国者です。国内感染者は0名、死者も0名でした。国外からの1名はギリシャからの入国者だったみたいです。香港内で2回のワクチン接種済みで、また国際検査も陽性だったようですが、感染してしまったようです。以上、コロナ感染者数でした。続きましてコロナワクチン接種者の数やっていきたいと思います。2日前の数字で1回以上のワクチンを接種しているのが414万トンで55人、人口の約 55.1% でした。必要回数以上のワクチン接種完了しているのが344万8342人、人口の約 45.9% でした。またコロナワクチンブーストキャンペーンを実施しております。コロナワクチン接種が必要回数以上終わっている方はぜひ参加してみてください。新しいラッキードローが12個目追加されたので、ぜひ参加、まだ登録されてない方は登録してみてください。どこかの旅行が当たるみたいです。合計12個ですね。以上、コロナ関係のニュースでした。さあ、本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在7時26分です。ビットコインの価格は48,486.17でした。では、24時間の値動き見ていきたいと思います。さあ、ここ24時間の値動きで、最低価格が46,575.40でした。時刻は、昨日の朝9時24分です。最高価格は48,865.71でした。時刻は本日の深夜2時14分でした。なんか昨日の夜からガンガン上がってきてます。ちょっと落ち着いた感じでまた上がり始めてるんで、これもしかしたらもうちょっと上がってくれるのかなと、ちょっと期待 したくなる、そんな感じの価格帯でした。以上、ビットコインの価格です。さあ、ですね、今回から、画面のスクリーンキャプチャーをね、貼るのをやめようかなと思ったので、ちょっと細かく言おうと思ったら、ちょっと言い間違いが多くて、何回撮り直してるんだって感じになってますが、この画面スクリーンキャプチャーをね貼らなくしたことによって、まあどんな反応があるのかちょっと皆さんぜひコメントいただけたら嬉しいです。まあ特にコメントがなければね、このままスクリーンキャプチャーはなしで今後もやっていきたいなと思ってます。さあ、昨日テストしたのっけな、サムソンの Z フリップ2で撮影して歩いてみるっていうのがあったんですけど、まあ、もともとカメラがそんなに強い機種じゃなかったので、まあ、やる必要もなかったのかなと思ったんですけど、いや、お逆足というか、一度はやっといた方がいいのかなと思ってやってみたんですが、まあ、あれはどうだろう。まあ、でも iPad と比べればそれなりにいい写真が撮れるし、画面サイズは iPad とほぼ同等、そんな感じなので、まあメディアマシーンですよね。要は見る方のマシーンですよね。ただ Android がね、もう少しちょっと頑張ってほしいなって思いますね。やっぱ iPad を使いたくなっちゃう。 iPad の方、要はちゃんと座れたりするとちょっと iPad の方でやりたいなって思ってしまうところが多いので、そこら辺がちょっと Android OS なのが残念だなって思います。まあもちろん Android の方がいいところってのも結構あるんで、それも全部捨ておけないから Android を1台持ち歩いてるっていう、まあそういう状態なんですけどね。まあただね、使い勝手とかね、入力とかはやっぱ iPad とか iPhone の方がいいなって思っちゃいますね。まあカメラはね、やっぱりこのオズモポケット、初代オズモポケットですね、これが一番僕の中でお気に入りかなと思います。いや、もちろんねポケット2もいいんですよ。ポケット2もいいんですけど、こうやってね歩き撮り、自分の声しか入れないような撮影をするときはむしろ余計なマイクがついてない、初代ポケットの方が、Vlog には向いてるのかなって思います。環境音をね入れたいような撮影をするときは、まあ、ポケット2もありなのかなとか思っちゃったりもしますが、基本僕はこのスタイルで撮影してる限り、
ポケット、初代ポケットの方がいいなって思っちゃいますね。さあ、もうテクトーバー、10月ですね。10月に向けてたくさんの新機種が発表されてくると思うので、いやー本当楽しみですよね。いろいろと出てきましたね。シャオミも新しいの出したりとかしてますしね。さあ、どんなデバイスたちが出てくるのか、まあ携帯オタクにとっては黄金の期間が始まろうかなっていう時だと思います。まあそんな話をしてる間にですね、事務所も近づいてきたので本日ここまでとさせていただきたいと思います。それでは皆さん良い一日を過ごしください。ちょいきんまたね。バイバーイ。